皆さんこんにちは。今日は韓国の入試問題ですね。これは、9の x 乗、4の x 乗が65になるということですね。x は自然数ですから、これは9は、サザンが9で3の x の2乗ですね。で、これは2の x の2乗ということで、3x のマイナス2の x ですね。これと 3x マイナス2の x に分解すればいいわけですね。で、65っていうのは、5と、13ですね。で、その他に1と65があるということです。で、これを比べてみるとですね、3は正の数で、2も正の整数ですから、正の整数 a プラス b は a マイナス b よりも大きくなるということで、 x の2の、プラス2の x x 乗ですね。これ13じゃないですね。これが13で、3の x マイナス2の x が5であるというのが最初のケース。2番目のケースは3の x マイナス 2x プラスが65で、3の x マイナス 2x が1のケースということですね。これで、2つのケースに分けてやればいいわけですね。じゃあ、この場合ですね、平均を取ると、2の x 乗プラス3の x マイナス2の x 乗、両方を足してやると、これは消えて、3の x 乗が、これとこれを足すと18ですか？そうですね。ここに2がつくから、3の x が9ということで、x は3だと。これがケース1ですね。で、ケース2は 3x プラス 2x と 3x マイナス 2x 足すと2の 3x が、66と。で、3の x が33で、これは自然数にならないから解ではないということですね。ということは、これだけが解であるということになります。はい、今日はここまで。